私のね、あの動画を見ている年齢層というのはね、なんかわかんないんだけど、30代、40代、50代というのが割合的に多くてね、次に10代、そして一番最後が20代というふうになっているわけなんですよ。ほんでね、たまにその10代のキッズの先輩方というのがね、まあ人数どうなんかな、割合的にはまあそこまでその多くはないんだけど、メールなんかを見ていたら、まあ学生をやっているみたいな感じの内容というのがあってね、それで勉強のことなんかも聞いているわけですよ。将来まあ役に立つようなまあいろいろね、そういったことを聞いているわけだから、まあ今回ね、大まかにね、現代の先輩方の、キッズの先輩方の学習のことについて、まあいろいろ話していこうかなということなんですね。まあ視野を広く言いますね、細かくではなくてね、大まかにね話していきますけど、まあまず多いのが、何を勉強していたら未来に役に立ちますかということをまあ聞かれるわけなんだけど、これはね、今現在まあ先輩方が学習している、キッズの先輩方が学習している教科というのは、まあ社会に一体何が役に立つのかということを言えば、まあほぼ役に立たないわけです。まあこんなことを言えばね、モチベーションが下がるかもしれないけど、もう本当嘘をつきたくもないですし、まあ今現在その何かしらの教科というのをまあ学習しているかもしれない、まあね、あるじゃないですか、そういったものはほぼ役に立たないということだね。まあもちろん教科によって、そのね、なりたい職業によってはね、役に立つかもしれないけどね、漢文の読み方とかもね、将来役、まあ立たないわけですね。まあ職業柄ね、何かしらのそのね、教授になるとか、まあそういったことを目指しているのであれば役に立つかもしれないけど、一般の人、社会人として、まあ普通にその普通の会社で働くのであれば、まあ残念ながら役に立たないかなと。ほとんどね、ほとんどの教科、数学なんかもね、役に立たないし、漢字の読み方とかはなんとか役に立つかな、まあ、算数とかね、1+1 とか8+2とか、そういったのは役に立つかな、掛け算とかね、割り算とかね、まあそういったところは役に立つかな。あとは就職した時に変な上司がね、歴史の話とか振ってきた時に、まあ何々将軍がどうのこうのとか、そういった時に話を合わせるためにある程度歴史を勉強していた方がうざくないかなと、対応がね、いると思うんですよね、歴史の話をしてくる、ね、うざい上司というのが将来出てくるかもしれないから、まあ、歴史も役に立つかなということだね。まあだから特殊な職業以外に、まあ、以外はまあほとんど役に立たないということ。かといってね、じゃあ勉強で役に立たないんだったら意味ないじゃんみたいな感じで思うかもしれないけど、勉強はするべきなんですよ。しないでいいということはまあもちろん言わないわけでね。例えばね、公務員になりたい時というのは、まあ勉強しとかないとテストに受からないですからね。学力でまあ基準を、比べますからね、そういった時に役に立つということですよ。あとは就職の時の学歴なんかにも役に立ちますし、まあそういったことで役に立つから、まあ勉強は必ずしておいた方がいいということなんですね。勉強の細かい部分の何かしらのそのね、スキルというのは将来役に立たないけど、学力、学歴として役に立つからしておいた方がいいということな
なんですね。私はね、自慢じゃないけど、まあこんな、ね、いつもねパンツ脱いだりしてるけれども、そのそこそこ優等生だったんですよ。いつもね学年でね1位とかね3位とか、まあ最低5位以内というのをずっとキープしていたから、まあ俗に言う優等生の部類に入っていたということでね、まあそんな私が言うから間違いないけど、まあ将来勉強何かしらのそのね教科という細かい部分というのは将来役に立たない、残念ながらね。しかし就職する際の、まあなんていうの、パスポートと考えていただければなと。学歴というパスポートを持つか、持っているか持っていないかとかの、なんていうの、基準になるから、もう必ず勉強しておいた方がいいということなんですね。高学歴であればあるほど、まあ安心できるような就職先に、まあ入社することが、割合的に比較的に確率が高くなるということでね、まあ公務員、安定したね公務員になる時も、まあ公務員試験というのに受かるためには学力が必要になるということで、まあ勉強はまあかもう普通の生活をしたいのであれば必ずしておいた方がいいということなんですね。何かしらのその社会で役に立たないけど、そういった安定をつかむために勉強しておいた方がいいということなんですね。しかしここからが問題なんですね。私はね、4年か、そのくらい前かな、3、4年前に言ったと思うんだけども、今のその現代の学校では、なんでお金の授業をしていないのかというのを結構前に言ったと思うんですよ。覚えている人も多くいらっしゃるんじゃないかなと、アインシュタインの複利なんかの話をしたと思うんだけども、まあそういった勉強を一番しておいた方が社会人になって役に立つということですよ。なんかね、最近になってね、お金の勉強を授業に取り入れるような動きをなんか報道で、現代の報道でちょっと見かけたと思うんだけども、私はね、結構前に言ってたと思うんだけども、未来ではお金の授業というのが取り入れられているんですね、すでにですね、未来ではね。これもまあ結構前に言ったと思うんですよ。未来ではお金の授業というのを取り入れているということを言ったはずなんですよ、どの動画で言ったかわからないんだけども。だから私がね、一番学習してほしいのは、まあ勉強よりもお金の勉強、普通のね学習もまあ大事だけれども、そのお金の勉強を特にやってほしいかなと思うわけですね。現代人にとってね、お金の勉強とかね、お金の話とかね、もう汚いとか思うかもしれないけど、それはね、単なるその植え付けられたイメージは、悪のイメージというのを植え付けられているだけで、お金の勉強というのは本当に綺麗な勉強ですからね、とても大事なことですからね。なんでかって言ったら、例えばね、勉強を頑張って、それで高学歴を手に入れて、それで非常にいい会社に就職するとするじゃないですか。それで切りよくね、年収1000万円を得るような、まあ商社とかあるじゃないですか。まあそういったところ、銀行とかね、まあそういったところに入社するじゃないですか。それでまあ何年か経って、まあ会社にも慣れてね、まあ安定したその収入というのを得ているにもかかわらずね、1円も貯金できない人というのが非常に多くいらっしゃるんですね。ましてはね、毎月赤字の人とか多くいらっしゃるわけですよ、本当に。なんでかって言ったら、勉強はしてきたけれどもお金の勉強はしていないからということなんですね。だからね、何を勉強したらいい、今のうち勉強したらいいですかみたいな感じのことを聞かれるわけなんだけども、いきなりね、お金の勉強しろと言われてもね、もう訳がわからないかもしれないけど、こういった理由でお金の勉強しろということですよ。いろいろあるわけです、家庭がね、勉強は大事です、でも役に立ちません。
でも学歴を手に入れるためには勉強というのは必要なんですね。公務員になりたければ公務員試験に受からないといけないから、まあ、勉強というのが必要なわけですよ。しかし一番大事なのはお金の勉強だということですね。いくら高年収安定した収入を得ることができたとしても、お金資産というのを安定することができないからなんですね。なんでか知らないけどね、収入が多くなれば支出がどんどん増えていくわけですよ。現代の日本人というのはね、本当は一番に資産を増やさないといけないということです。だから決してね、これはオーバーなことではないんだけれども、年収1000万と年収500万であっても、年収500万でお金の勉強をしっかりやっていた方が将来的にお金持ちになる何倍もだということなんですね。しかしこれはね、親というのは子供に強く言えないわけですよ。分かってはいてもね、このね、ビデオ、動画をね、見ている人というのは年齢が、まあ、私と同じぐらいって結構多いわけですね。しかし子供に言えないわけですね。勉強は意味がないとか言ってもね、なんか本当に勉強しなくなるみたいな感じで不安になるわけですね。モチベーションもね、落ちるだろうしね。まあだからこういった理由で勉強しろというのは、まあ、いや勉強しろというのは、まあいいことだと思うんだけどね、しっかりね説明をしてね、こういった理由だから勉強して OK というのは、まあ必要なアドバイスじゃないかなということですね。役に立たないけどね、本当にね考えたらね、漢字とかね、そういった基本的なことしか役に立たないですからね。サイン、コサイン、タンジェントとか全く役に立たないですよ。本当に。地図の記号とかね。現代のテレビジョンのクイズ番組でしか役に立たないですからね。あと役に立つのって、特に地理でも、世界史でも、役に立たないよね。地理だとしても、首都を知ってるか知らないかで、人生大きく変わらないし。英語もね、学校の英語なんてね、全く役に立たないですからね。あと、古文とかも全く役に立たないし、科学も物理も全く役に立たない。ということでね、なんかね、夢も希望もないようなことを言ってしまったんだけれども、現実的なことを、まあ、言いたかった、伝えたかったということで、ということでね、まあ、できればそのキッズの先輩方というのは、まあ、こういった仕組みから勉強しておかなければいけない。そして、まあ、お金投資に関しての勉強というのが一番大事ということを、まあ、理解しておかなければいけないかなと私は考えています。親御さんであればもう正直にこのことを伝えた方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、人それぞれ、まあ、思想があるでしょうから、別に伝えなくても構わないということですね。